皆さんこんにちは。こんにちは。今日はイオンにやってきたのだ。何か買うものがあるの？9月27日から30日まで北海道フェアがやってるんだよ。普段見ない遠方の物が販売されるから、面白そうなものを買いに来たのだ。北海道と沖縄の時は気合が入ってるのか、商品が充実してるんだよね。ってことで買ってきたお弁当を紹介するのだ。このとんかつは北海道と関係があるの？とんかつじゃなくてザンギなのだ。ザンギ？ザンギってのは鶏肉の唐揚げのことなのだ。普通の鶏の唐揚げより味付けが濃いのが特徴で、醤油ベースの甘辛いタレに漬け込んで揚げ、タレをかけたりかけなかったりして食べるそうだよ。最後の情報があやふやね。鶏肉以外にもタコを揚げたタコザンギ、鮭を揚げた鮭ザンギがあるんだって。味付けが濃い唐揚げがザンギって感じみたいだね。なるほど。これって長野県の山賊焼きに似てるわね。言われてみればそうだね。店内で作られたお弁当で値段は550円だよ。イオンにしては珍しく彩りがないわね。最近こういうタイプのお弁当が少し増えてきた印象だね。案外柔軟というかトレンドをチェックしてるっぽいね。600ワットで1分半温めたけどどうかな。チェッチェ、温度のオッケー。しっかりテープで固定されてるわね。ザンギの圧がすごいね。何センチくらいあるのかな。ちょっと測ってみるね。15センチ。ご飯の量は 180g、 よくある量だね。お昼に買ってきたばかりだからご飯が簡単にほぐれるのだ。ついでにザンギの重さも測っておくね。1枚肉を揚げてあるのね。入ってるのは6切れ 222g。 今日の飲み物はペプシコーラなのだ。大きくて画面に入りきらないわね。 1.5 リットルはでけえのだ。では失礼して。炭酸が喉に染みるのだ。さてザンギを食べてみよっか。衣は普通についてるわね。ではいただきます。はい、どうぞ。あ、これはあれだよ、チキン南蛮のタルタルソースがかかってないやつなのだ。衣にかかってるタレは照り焼き味だね。確かに唐揚げの味がするよ。長野県の山賊焼きはニンニクがガツンと効いてるけど、ザンギはほんのり風味としてついてる感じ。衣がカリカリで美味しいのだ。かなりいいみたいね。じゃあ星評価を聞いてもいいかしら。星5だね。これは買ってよかったのだ。定番メニューとして置いてくれないかな。へえ、そんなによかったんだ。じゃあ今日はこのあたりにしましょうか。それでは皆さん、ごきげんよう。ザンギは昭和30年頃、釧路市で生まれたそうで、中国語の鶏の唐揚げ、ザーギーから来てるんだって。